はい、おはようございます。というより、後片付けやら何やらのんびりゆったりしていたら11時10分になりました。11時10分。はい。ということでね、道の駅四つ倉港ね、海がね、近いんでね、せっかくなんでちょっと海をもう一回ね、覗いてから、次の目的地に出発したいと思います。カーテン開けましょう。暗いんでね、肩焼きましょう。よいしょ、おー、よいしょ、はい、カーテン焼きましょう。よいしょ、はい、もうお客さんでね、いっぱいですね。さすが人気の道の駅です。はい、もう一度開きましょう。スイッチ、はい、開きました。天気はね、快晴ですね。出発前に海をもう一回見て出発したいと思います。カーテンをね、開けてしまったんですけど、ちょっとあの着替えをしてなかったんでね、ちょっと一旦またカーテンを閉めて、着替えをしたいと思います。お風呂はね、まあ、今日入る予定ではあるんですけど、暑いしね、半袖にしようかなと思って、今からねちょっと着替えだけしたいと思います。またカーテンを閉めました。着替えが終わりました。道の駅を作らこうね、さすが人気の道の駅で、11時でもうね、ほぼほぼ車がいっぱいになってます。まあ、こっちのね、大駐車場はまだまだ全然余裕ありますけどね、こっちの大きい駐車場は。はい、もう道の駅のすぐ近くに駐車場はもういっぱいになってますね。でもまだちょっと11時だから、まだ何台か止められる場所あるのかな、スペースは。はい、海行きましょう。風がいくらかあるから、波がちょっと立ってるかな。今日は風が強いですね。すごい。はい、じゃあね、車に戻ってね、次の出発目的地に向かいましょう。11時も回ったんでね。はい、じゃあ一旦車に戻ります。今から鳴浜町と呼ぶのかな、ここなら商店街の方に向かっていきたいと思います。で、このここなら商店街は東日本大震災の後、平成30年6月26日にオープンした商店街ですね。で、まあ、10店舗ぐらいなのかな、10店舗が入ってまして、スーパー、ホームセンター、飲食店、ベーカリー、理容室、クリーニングなどね、入っている商店街なんですけど、復興のシンボルとしてね、まずあの鳴浜町でですね、みんながこう集まれるようにということで、ここならというその言葉の意味がですね、また、良くて、ここなら食べたり買ったりできるという意味と、ここは奈良という意味が込められています。こちらに行ってね、ちょっと買い出しとかご飯とかね、もう朝は食べてないんで、ご飯とか食べてみたいなと思っています。ということでね、3、40分で行けますので、今から向かっていきたいと思います。では行きましょう。ここなら商店街。ETC カードが挿入されています。カード有効期限は2028年。はい、出発しました。駐車場はね、ここめちゃくちゃ広いんで、大型の駐車場もね、あるんでね、ここはすごい止めやすいですね。はい、素晴らしい。はい、じゃあね、奈良浜町の方に向かって移動したいと思います。だいたい30分ぐらいの到着予定時間ですね。はい、安全運転で行きましょう。はい、出発しました。道の駅四つ倉港さん、また来たいと思います。素晴らしい道の駅でした。はい、ということでね、
福島県の楢葉町って読むんでしょうか。間違ってたらテロップ入れておきますけど、そちらの方に向かって移動し始めました。はい、到着予定時間まで30分なんですけどね、まあこの海沿い、国道6号線なのかな、海沿いになるんですけど、まあ、景色はね見れるかどうかわかんないんですけど、はい、ゆっくりとね安全運転で向かっていきたいと思います。あの辺にはねちょっといろいろ見るところもあるんで、いろいろね見られるところは見たいなと思って移動しております。では行きましょう。はい、本日も天気は快晴で絶好のドライブ日和になってます。で気温はねもう暑くてね、ダッシュボードの上はもう38度示してます。ダッシュボードの上はね、で車内はって言いますと29何度かと確認します。で、まあ、暑いというかね、車内今窓閉めてますけどね、窓閉めてるとやはり暑さを感じます。半袖にしたんでね、随分楽になりましたけど、はい、窓をちょっと開けまして、開けますと、まあ、爽やかな、爽やかというか涼しい風が入ってきて気持ちがいいですね。ここなら商店街で、商店街の、ね、窓閉めました。商店街の商っていうのはね、笑うっていう字になってるんですね。それで笑う、商店、お店ですね、街、町、笑うお店の町と、ここなら商店街、いい名前ですね。はい、皆さんね、ここなら買える、食べれる、復興のシンボルとしてできた10軒余り、最初は8軒って書いてあったかな、8店舗って書いてあったかな、今は10店舗みたいですけどね、集まってる商店街です。でスーパーがあってね、だから食べるちょっとラーメン屋さんとか、なんかちょっと食べる食堂があって、床屋さん、理髪店とかあるのかな、でクリーン、コインランドリーとか、クリーニング屋さんだったっけな、なんかね大変生活に便利なお店が10店舗ほど並んでるということで、はい、安全運転で行きましょう。ゴー。はい、まもなく到着になります。ここなら商店街さんは広いな、思ったより左側に見えてますけどね、思ったより広いですね。左方向です。はい、右方向です。はい、思ったより広かったです。到着です。ここなら商店街さん、うわー、さあちょっとね、買い物なんかもね、したいと思ってますけど、車止めれるのかな。右方向です。続いて、目的地は左側です。スーパーはこっち？はい。はい、到着です。ここなら商店街さん、到着。オムライスやオムレツ、そしてお弁当のおかずに大活躍の卵がとってもお買い得。健康のためにも1日1個は。今日は福島県の楢葉町に来ています。Said hello and took my breath away. From that moment on, nothing else mattered. I had you right beside me every day. I love us, I love us.Person, my
We've both been through things way before we met. I've got two kids, I've got two of my own. But fate brought us together, and we're so blessed. Living life in one big happy home. はい、先ほどの根本さんで買ってきました。でお昼にします。大変良かったですね。はい、ということで今ね向かってるのは、ルールブ天神さん。ちょっとねいろいろ景色が良さそうなところへ向かってます。4分で到着します。近いですね。はい、鳥居が見えてきました。いい場ですね。到着です。桜が綺麗です。ルールブ天神さん、はい、到着です。見られた。Leave your coat, it isn't cold out. I'll be with you just in case. Don't be nervous, cause I'm here now. Fight the urge to stay the same. I got my hand out, won't you reach for me? Try to save you, but you're asleep. Darling, what have I got? Look at me. Everything they told you is make-believe. I will make you wonder if I'm real. Darling, what that ache of, I'll never leave. I'll never leave. Leave your hat, I wanna see. Don't be scared to show your face. Cause you're as beautiful as heaven. And I'm as confident as fate. That you're my hero. Come to rescue. Darling, what?
はい、ということで、ミルール天神ですね。ミルール天神、展望台になってまして、当時のね、東日本大震災の津波の状況がよく写真で分かりました。と同時に、その場所がね、一望できる展望台で、ここに津波が来たんだなってことがね、もう一目瞭然で分かるような感じでした。はい、もう何もない、ね、だいぶ復興されてますけど、何もない、ね、土地になってます。当時の凄さを感じることができました。はい。ということで、今からですね、もうだいぶいい時間になってきましたので、本日のお世話になる木の駅、奈良葉の方に向かって移動したいと思います。はい。道の駅奈良葉ですね。桜が綺麗ですね。ね。ミルール天神さん、展望台からね、よく見えました。写真も当時のね、写真もありまして、照らし合わせて見ることができました。やはり津波の凄さっていうのがね、肌で実感できるような感じでしたね。はい、展望台ですね、良かったです。はい、まあ、見れたのが良かったです、はい、津波はあってはいけません、それはいけません。当時のね、肌感で見ることができたっていうことですね。ということで、道の駅奈良葉の方に向かって移動しております。はい、天気は快晴でとてもいいドライブ日和になってます。桜ね、見えますかね、桜がね、綺麗に咲いてます。はい、ちょっと窓開けましょうか。窓開けました。桜が今綺麗に咲いてますね。はい、はい、到着です。道の駅奈良葉、道の駅奈良葉到着しました。到着、邪魔にならないところへ止めましょう。およそ50メートル先、右方向です。到着。
As I'm driving home without you, thinking of your kiss and the way that you held me makes me feel I'm free. I can't imagine my life without you here with me. はい、本日の食材は、こちら側が家から持ってきた食材で、とろけるチーズと、それからチンご飯、ね、それから、しいたけ、ピーマン、玉ねぎ、人参、卵、はい、根本さんで購入した、とんかつ用国産豚ヒレカツ用ステーキ肉ですね、はい、それと川なしウインナー、こちらを根本さんで追加購入しました。はい、以上が本日の食材になります。I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day.The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change.Been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. A year ago.
America.